で、みんなの中での、模倣評価が低すぎるんだよね。あいつ再生数めちゃくちゃ持ってるよ。なんで伸びるのって言うと、わかんないけど。だ、すごいんだよ。動画全然ない。まあでも、やめよう。ここで、その話してもみんな認めなきゃやめよう。絶対、俺が間違えてた。あいつクソだよ。あいつチンパンジーだよ。あいつゴミだよ。再生数も多分4000ぐらいだろ。俺の敵じゃねえよ。あんなやつの話やめようぜ。あのクズの。いやでもね、すごいんだよね、あの人。しかもあいつの特技でさ、面白くない動画も伸びるっていうステータスがあるじゃん。あれはあいつの本当に、すげえとこなんだよ。で、フーがさ、なんか雑談でモコのことを下に見てたけど、多分、ランク的にはモコの方が2つぐらい上のランクに俺的にはいるんだよね。あいつ1本の動画の再生数は、モコよりあるけど、その次の動画こけたら終わりなんだよ、そういう人って。モコって別に、ぷよぷよ伸びない、ぷよぷよ伸びなかったら変なポケモンのクソ面白くね、なんか、ビビビビビビみたいな動画上がるじゃん。それが伸びなかったら、ドライヤーで頭かわす動画上がるじゃん。あいつはだから引き出しが多いんだよ、とにかく。マットも上がるし。だからね、そのみんなの中での、モコの評価が低いんだよ。俺はだから、言ったよ。あいつと電話した時に、お前はすごいから自信持っていいよって、俺言ったもん、そんで。なんかの時に、あいつが視聴者にキレて泣きそうになってる時に、俺が深夜の3時ぐらいでさ、もうこう大丈夫かって電話して。俺はお前のこと認めてるからなって。お前本当に正確な、一人いたね、信者が。そういうのいなかったか、こいつ。こういう風になるよ、こういう風に。ふざけんなお前、急にあれだな、手のひら返しやがったな。急に今俺見つけたと思ったのに、お前の過去の話を、そうだよな、そうだよなっつっていい子いい子してやろうとしたのに、飴とムチを使い分けられてた。はめられた俺も。ただしそんなゴミも俺は汲み取っていくから、ちゃんと声だめから、お前みたいな声ダメのな、フンも、うちの放送で楽しんでっていいから。おいっすー。セピアは性格いいのに動画は伸びない。いや、伸びるよ、そのうち。一生懸命やってれば。必ずああいう人は伸びてくるんだって。俺、和光とセピアは絶対消えないと思うんだよな。和光はなんか、いろいろさ、いろんな企画やったりさ、滑んの恐れてねえじゃん、あの人。もう絶対消えないと思うな。逆にレトルトとかキヨとかは、スーッと、消えていくと思うな。結構今火の車だと思うよ。やっぱ再生数ぐーっと減ってきて。守るべきものがあるからね、彼らは。いや、セピア大丈夫だよ。絶対ライブ一番面白いんだって。セピア面白いんだよ。周りがさ、なんかさ、アイドル扱いしすぎっていうかさ、あの人って気のいいあんちゃんじゃん、絶対。年齢的にもさ、やっぱアイドルって限界あるからさ、気のいいあんちゃんでいけば絶対もっと面白いと思うんだよね。気のいいあんちゃんでいけば。性格絶対いいから、まっすぐで。わかるっしょ？何をそこまで買ってんだよ。いや、あの人の実況だ、あれさ、よくさ、俺のも、真似してさ、実況とか上げてる人いるけど、絶対そんなのよりセピアの動画丸パクリして動画上げた方が絶対伸びるからね。本当に。やっぱあれと語彙力もあるし、動画の作りがすごい丁寧だし、俺唯一今、だから、やつのスプラトゥーンだけだもん。し、開始1秒の、今日もやっていきます。スプラトゥーンってところだけ俺は聞いて、あ、今日もセピア元気にしてるな、つって、毎日それで寝てるからね。わー、相変わらずいい発音してんなー、つって。俺だ、やつの動画欠かさず見てるから全部。面白いんだよ。そういうなんか、癖になるんで、草屋なんだ、あいつは。草屋。俺の中で。好きなんだよ。ファンなんだよ、俺。昔から。そういうさ、なんていうのかな。冗談半分でそういうことをやっぱ、言って、またセピアもそれを良しとされるような相方みたいなのがいたら多分絶対面白いと思うんだけどね。東海駅とかも二人でやってさ。絶対面白いと思うんだよな。あの人知識あるし。例えばさ、なんていうの、俺が超ふざけたけど、わーってやってて、パッと、なんか、ふとした時にポッて出てくる例えが、すごい知的な例え出すのね。あの、クイズマジックアカデミーとかでもめちゃくちゃやってる人だから、
なんか刹那に出てくる言葉のなんか、に艶があるのすっごい。それ出てくるかみたいなやつがあるんだよ。頭いいし。で、それをなんでもっとさ、周りがさ、なんか、あれし、で俺、もう、同棲したい、俺は。もう同棲したい、ほんとに。ちゃんと煮詰めて二人で番組やりたいもん、ほんと。良さがもっと絶対伸びる、もっと絶対伸びるよ。3割ぐらいしか出してないよ。調べまくってるから動画全部見てるもん、俺。それがイラッとする。それもセピアの良さじゃん。それも良さじゃん。しかも別にそれは嫌だよっていう権利はあるから。で、俺が隣で、まあ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 、みたいな。俺はそういうの大丈夫だから。もう、総取りなんだよ、セピア。俺と組めよ、だから。絶対一番になれるぞ、俺たち二人でやれば。間違いなく人気出るよ。俺は別に好感度下がってもいいから。で、なんかあったら、俺の責任できるし。完璧なんだって、100点なんだって。いや、絶対一番になれるよ。本当に。生放送だったらね、動画だったら二人ともあんま面白くないから、一番なれないけど、生放送二人で組んで、回ったら絶対面白いんだって。本当に。セピアマジでお前のこと嫌ってるよ。好き嫌いとか関係ねえよ、別に。向こうに嫌われてるから、なんかこっちが嫌いになるって、こんな小学生みたいなことしねえよ。俺は好きなんだよ。好きなの。いいんだよ、でも。なんか彼には彼のさ、あれがあるんだよ。なんか、こういう関係があるから邪魔したくないのね、ほんとに。邪魔したくないっていうのが一番あるんだよね。邪魔したくない。ものがあるんですよ。セピアはお前と人生一番になりたいと思ってるから。なんで、貸し切り男なのか。もっとくるってくれ。会社クビになって。女とかにはめられてさ、会社クビになって。あ、PP でもいいんだな、PP! PP 一緒にやってくんねえから。うんこ PP みたいな、あれで。最高じゃん。PP 最高じゃん。なんか、俺、ああいう系が好きなんだよ。ツアハス、セピア、PP、綺麗路線。自分に持ってないものっ